ペレット装備専門店渋川市ペレットマン群馬です。今ですね、水泳の、選考会を、兼ねた大会が、行われておりますけども、皆さんもご承知の通り、池江選手がですね、2種目で、代表になったということ、それとあとここ数年絶不調だった荻野選手がやっぱり代表になったということでですね、日本の水泳界にとってみると、明るい、話題もあるのかなというふうに思いますけども、問題なのはですね、またコロナが拡大をしている中で、オリンピックが実際にどうなるのかというところではないかなというふうに思います。なんとか知恵を絞りながら、また拡散防止を防ぎながら、夢の持てるオリンピックの開催ができればなというふうに個人的には思います。いずれにしても頑張っている選手や子どもたちの未来に夢が与えるような、そんな社会であってほしいなと思います。ペレットストーブメンテナンス施設地、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬ショールームまでお問い合わせください。